ルさん。大丈夫だ。問題ない。まったく、久しぶりだからって力入りすぎてむせてりゃ世話ないわね。黙れ助手。私は助手じゃないといつも言っとろうが。このやりとりもなんだか懐かしいにゃん。ほんとほんと。ところでお前たち、さっきから久しぶりだの懐かしいだの一体何を言っているんだ。それはそういえばなんでかにゃ。わからないけど、マヤシーはオカリンの高笑いを久しぶりに聞いた気がしたのです。みんなしておかしなことを言うな。俺は常日頃からこの通り何を懐かしむことが。はぁ、まさかこれは機関の陰謀だ。俺だ。どうやら俺以外のみんながマインドコントロールされているようだ。奴らの毒がはいずれ俺にも向けられるに違いない。何かあった時はよろしく頼む。エルプサイコングルー。マユリ、人のセリフを取るんじゃない。たまにはマユシーも行ってみたくなっちゃったのです。それにだ。何度も言っているが、俺はオカリンではない。そう、岡部凛太郎は世を欺く仮の姿。その実態は、失敗を恐れず倒れても倒れても不死鳥のように蘇り、やがては世界の秩序を覆す狂気のマッドサイエンティスト。その名もバサバサフラー。はいはい、法院教魔、法院教魔。なっ、おのれ助手。人がまさに気持ちよく言おうとしていたものを。何も泣かなくてもいいじゃない。泣いてなんかない。わかったわかった、最後まで黙って聞いててあげるから思う存分言いなさい。では改めて言うぞ。そうするぞ。我こそは世界の秩序を覆し、コントのもたらすキャークなメートサイエンティスト。その名もフラーマ。法院教魔ね。ノー先輩。マホさん、てってれー。どうしてここに。呼ばれたからよ、その法院教魔さんとやらに。まったく、人が忙しい時にいきなり理由も言わずに呼びつけるなんてどうかしているわ。へえ、アメリカにも戻らず、いつまでも日本でダラダラしている自称研究者二人に少しでも暇つぶしの時間を与えてやろうと言っているのだ。感謝されこそすれ、文句を言われる筋合いはない。誰が自称研究者よ。誰が。だったら早々にアメリカに戻ってはどうだ。ヒア・ジョセフィーヌよ。その呼び方やめて。オカリン、あんなこと言いながら本当はクリスチャンやマホさんにはずっとこっちにいてほしいと思ってるんだよ。え、冗談ではない。どうして俺が二人にいてほしいなどと思わねばならんのだ。ご覧いただけただろうか、今我々が目撃したものこそが有名なジャパニーズツンデレである。へえ、これが。別に出れてなどない。それにしても未だによくわからないのよね。クリス、あなたどうしてこんなヘンチクリンなラボに出入りしているの。そういう先輩こそ呼ばれたからって何もわざわざ来なくても。それはきっと二人ともオカリンが大好きだからだね。ちょっとマユリ、何言ってるのよ。そうよ、なんで私があんな病気のマッドサイエンティストと。病気ではない、狂気。俺の存在こそが世界にとっての脅威。そのために狙うは好機であり賞金。それすらも理解できないとはまさに少子。うん、見事に韻を踏んでるにゃ。ラッパーさんみたいだにゃん。 DJ オカリンだね。僕としては DJ より JD キボンヌ。黙れ変態。ねえ、とにかくだ、今日ここに集まったのは円卓会議だろ。さすがマイフェイバリットライトアーム、よくわかったな。毎度毎度ワンパターンなんだから、わからない方がどうかしてる。では早速第496回円卓会議を行うと言いたいところだが、まだ来ていない奴がいるな。スズハはタイムマシンの燃料が切れそうだからって帰ってったよ。あ、ルカ君だ。ごめんなさい、遅くなっちゃって。ふむ、やっと来たか。あとはシャイニングフィンガーと、ん？メール。今あなたの、あなたの後ろにいるの。あー、シャイニングフィンガー、いつからそこに。最初から
か。全然気づかなかった。存在感薄すぎだろ。よく言われる。まあいい。では早速円卓会議を始めるとするか。あら珍しい。いつもなら遅刻するなんてラボメンとしての自覚がないとかなんとか言ってわめき立てるくせに。何を言う。常に度量の大きな男。そう。それこそがこの俺、その名も。どうしたの、オカリン。あ、いや、また誰かが邪魔するんじゃないかと思ってな。安心して、もう誰も邪魔したりしないわよ。そうそう、思う存分その恥ずかしい名前を名乗ればいい。ならば今こそ高らかに名乗ろう。俺こそが、うわぁ、くっそー、今度は何なんだ。今のは屋上からにゃ。行ってみましょう。これはタイムマシン。もしかしてすずさんが戻ってきたのかな。いや、すずはの乗ってたタイプとは違うマシンだ。それじゃあこれは。見て、あ、誰か出てくるにゃ。あれは女の子。ここが25年前。オカリン。おい、君は。よかった、やっぱりここだった。え、パパ。マック。パパ。もしかして岡部さん。あんたまさか。ちょっと待て、俺は知らん。おい少女、お前は一体。皆さんはじめまして、私カガリ。ここにいるパパの娘、岡部カガリ。